あ、見に行った。食った。よっしゃ。おお、すっげえ。おー、まあ。はい。デジャブなんですけど、またね、ちょっとね、山を下っておかっぱりに今日は行きたいと思います。この下りがね、あと荷物多すぎてね、今回ね、スピニングタックルも持っていこうと思ってるんで、前回持ってったんだけどリール忘れて使えなくてですね、玉編み、まあなんだろう、細糸でちょっといい魚が狙えないかなってことで、前回と違うのは、スピニングタックルっつうよりスピニングリールをちゃんと持ってきたって感じかな。まあ基本はベイトで釣れれば楽しいなと思ってるんだけど、スピニングのね、春の釣りも面白いですからね。まあじゃあちょっとここ滑落注意なんで一応ね、獣道風にはあるんですが、これズザザザザザっていっちゃうんで超怖いんですけど、いやー、なんだ、雨じゃん、これ船の免許取るときに習うんですけど、もやい結びね、これね、もやい結び覚えとくとほどきやすいし、結びやすいし丈夫だしってことでね、おすすめですよ。嫌なのがマダニと、あとヒルね。で、まあ、ウェーダー履いてりゃヒルはだいたい防げるんですけど、夏場ね、ちょっと短パンスタイルとかで行ったりするときはヒルがね、こうちょっとしたところから侵入してきたりするんで要注意。いやー、前回は、3、4時間の徴候でね、いろいろ案外試せなかったんですけども、今日はね、スピニングまで持ってきたからちょっと軽めの、冬の間福袋とかで手に入れたりね、新しく買って楽しみしてたルアーとか、実は前回、これもうちょっと虫っぽければ食ったかもなみたいなのが結構あって、そういったやつらに向けてね、もうちょっといろいろ試したいなってのがあって、こんな感じで、まあ今日はベイト3本の、あったスピニングね、1本、こんな感じの組み合わせで、ベイトはロデオクラフト、メガバス、アーブね、こんな感じの、まあ普段ボート釣りとかで、使うタックルね。もうちょっと山歩きが長いとかだったら、コンパクトロッドにするんだけど、まあまあちょっと乗り切ればねっていう感じなんで、ワンピースロッド
でね、えっちらおっちら歩いてきております。ちょっとね、こっちにしよう。なんだ、引くデカバスがいきなりいました。来た。準備したいと思います。焦って玉編とか準備してないと、ああ準備しとけばよかったっていつもなるから、ちょっと流行る気持ちを抑えてちゃんとベースを作ってからね、釣りにかかりたいと思いますよ。よいしょ、小継ぎの玉編ね、ここで使うにはまあ十分か。ライジャケね、ちょっとこっから水にズルズルぼっちゃんって落ちたら、ちょっと多分助かんないっていうか怖いんで、ライジャケスタンバイ。あとね、ほとんど結構こん中食べ物なんだけど、ご飯多めなんですけど、ちょっと前のスタンドアップっていうこうおかっぱりシリーズのスピニングなんですけど、まあおかっぱりで何でもっていうね、そういうコンセプトの竿なんで、これで虫からミノーからサイトからいろいろやってみようと思って、釣りの大会でもらったんですけど、例えばもらったきり使ってないなと思って、二重メタニウム、二重メタニウム、まずはロデオクラフトのなんでも竿につけて、でこれ重いのから軽いのまでいろいろね、ワームからプラグから投げれちゃうんで、まずはこれでやってみて、あれ違うなーっていうか、なんか釣れないなーっつったら、またちょっとねもう一本柔らかめの竿をまた持ってきてるんで、それも駆使して、リールはねせっかくちょっと買ったんで、いろいろな釣り物をいろいろ投げてみたいんで、メタニウムこんな組み合わせね。
こにいるデカバスが深ベイと調味に自分から見つけたよって感じにすればいいのか。あーでもあいつバス寒でいいかもね、これね。ちょっと霞ヶ浦じゃないんだけど一匹使ってみようかなってことで、いや実はですねこの前入れ食いだったポイントに来てみたんですけど、蓋を開けてみたらねもうめっちゃタフになっていて、クリアアップしてるんですけど流れもなくてもう全く魚が食わない。見えバスはいるんですけど、なんだろうもう完全無視っていうことで、こういう DB ユーマとかのミドスと2回ぐらいサイトでミエバスが反応した虫パターンみたいな感じにしてなんか岩盤沿い回遊してるのが見に来たんだけど、以上って感じで、もうね本当に丸坊主を食らっちゃいそうなんで、ビローラとかもね全部いろいろ試してるんですが、 DB ユーマこれどうよ。もう参ったな。で雨が降るのかと思いきやなんか止んだりで、ここツルツルに滑るようになったり、なんかもうわちゃわちゃな状況。おっと、もう足元がねズルズルになっちゃっててね、ほいでもって、ただねまあ食わないんだけどミエバスはいて、
で、たまになんか気にして見に来てはくれるから、ちょっとこれどうしようって感じやけど、まあ、これで釣れなかったらもうどうしようかな。ミドストで食い上げてこないかな。鯉はいっぱいいんだけどね。うわ、このお尻のはためき半端じゃないな。なんだろう。でもいい感じで中層キャッ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 ね、超釣れそう。あれバスじゃん。いやバスじゃん、濃いか。あー見に行った見に行った見に行った、食った、よっしゃ。おおすっげー、おまあ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 、うおすっげー一撃だった。おお、なんだと思ってんだろう。ワカサギかなん、うわ超いい引き。あーバレた、すげえ一撃で食った。いや今んとこで食わなきゃ嘘でしょって場所ではあるけど、針は曲がってない。うわこれシラボ食いだけじゃないっすよ。びっくりした、まさか。いやさっきからずっと無視されてっから、今回もダメでしょなんて思ったら食うねこれ。あーよっしゃ、やっとやっと魚が反応する。なんかルアーを発見した。見えバス発見。どうかな、ノーモーションキャスト食った、よーし、やっと釣れた、ありがとう、よーし、よいしょ。いや釣られちゃったね。よいしょ。ちょっとねサイズは小ぶりだけど DB ユーマの、まあ、ジグヘッドリグ。はーい、釣れましたよ。これね、DB ユーマのジグヘッドリグ、ね。さっきからね、サイトですごいね、反応っていうか、まあ見に行って、まあたまに食ったりしてっていう感じでやっていたら、釣れました。はい、じゃあ逃がしてあげます。ありがとうすみ。イエイ。でタックルなんですけども、これはダイワの2020のルビアス、軽いやつね。それに、スタディオスのスタンドアップっていう竿ね。でルアーがね、これ DB ユーマの頭ちょいカットをしてね、小ぶりにしてコンパクトシルエットにしております。はい。